ルアーのラトル音、水中ではどう聞こえるか。皆さんこんにちは、ゴーゴーゴーフィッシングのナブです。今回はルアーのラトル音についてです。今回の動画は魚にとって音はどうなのか、音がするルアー、水中でのラトル音の水中映像、バレットダイブの投げ心地と効果、まとめの順番でやっていきたいと思います。魚にとって音はどうなのか、いろいろと魚が聞こえる音などを文献などで調べてみました。水産工学研究所、日本大学生物資源科学部などの文献をネットで読んでみたのですが、検証の方法とか細かいことについては難しくなりすぎるのでここでは省きますが、これらから読み取れたことをまとめていきたいと思います。音の低さ高さは1秒間の振動数によりヘルツで表されますが、人間は20ヘルツから2万ヘルツの間が聞こえます。魚は魚種によって違うようですが、興味深かったのは 200Hz 以下の音については魚の胴体横の側線で感じ取っている、魚の耳では 200Hz 以上の音を感じ取っているそうです。そしてそれは魚種によって違ってきますが、一番高い音まで聞こえているのが魚だと金魚、鯉、ナマズなどは 2000Hz、3000Hz 近くまで感じ取れるそうです。海水魚であるイナダとかキハタマグロについてはせいぜい 1000Hz、 通常は 800Hz ぐらいまでしか聞こえてないそうです。2万 Hz まで聞き取れる人間と比べるとかなり聞こえる音の幅は狭いようです。魚は魚が聞こえにくい音域ギリギリだと大きい音じゃないとやはり聞こえないようで、魚がよく聞こえる音域は小さい音でもよく感じ取れるそうです。また音の大きさですが、マダイの実験だと音の高さによってまちまちの結果のようですが、各音の高さ音域である一定以上の音の大きさデシベルが大きい場合はそれに反応して威嚇行動に出るそうです。これはとても興味深いところで、今回のこのラトル音のルアーに関係するところだと思います。つまりラトル音入りのルアーは餌としての認識ではなく、やはり動く異物が異音を出してそれに威嚇してアタック食ってきているということがこの研究結果から伺えます。また魚が捕食するときに出る音、これについても触れていましたが、比較的ヘルツは高音域の音が出るようで、もしかしたらあんまり聞こえないのかもしれませんが、いずれにせよ捕食、ナブラ、波の音、外部の音、船の音など音波動を様々な要因で感じ取っているんじゃないかと思われます。音の実験で音で威嚇ではなくて避難行動に出る反応もあったそうです。音が出る系のルアーは時に威嚇で食ってきたり、時に嫌がって逃げる場合もあるのかもしれません。そして実験条件の話の中で出ていましたが、やはり自然界の海の中は様々な音が入り混じっているということで、例えば船の音、水の外の音、風の音、波などもろもろあると思いますが、そういう自然条件下ではラトル音入りのルアーの良くも悪くも効果がどれぐらい影響するのかは状況次第という感じがしました。これも答えがわからない話ですが、私が思ったのはベタなぎで静かな海でラトル入りのルアーをやればうるさすぎて魚は嫌がるもんだと思っていましたが、音がうるさすぎて威嚇行動に出ることもあるのかもしれません。他の音もする中、ラトルによる変な異音に警戒心弱いまま威嚇して食ってくる場合もあるのかもしれません。あくまでも釣りは自然相手なので状況によりけりです。ルアーのカラーと同じく、聞くとき聞かないときがあると思います。あるときはポッパーの音に反応がいいときもあり、ポッパーの音を嫌うときもある。そのポッパーを嫌っているタイミングで、ラトルの入っていないダイビングペンシルがすごく有効なタイミングもあると思いますし、中にはポッパーは嫌だけどダイビングペンシルには興味を持ってチェイスしてくるけれども、結局最後まで食わない、食ってくるきっかけがないという時もやっぱりあります。そんな時にダイビングペンシルの、音と動きで引き寄せ、このうるさいこの音、これが引き金となって音ありだからダイビングペンシルに食ってくるって時もあるのかもしれません。そんな時がラトル入りのルアーが釣れる時じゃないかと個人的には思っています。音のするルアーについて、今回この動画のメインになるのはこのデュエルさんのバレットダイブ。やはり構造上メタルジグではなくプラグ系の方が中に空間がありますのでラトルを入れやすいということで、ソルトウォーター用のルアーでもダイビングペンシルやミノなどでラトル入りが見受けられます。
その他重心移動システム、中で飛距離を出すために重心が動く機能がついているルアーも多いと思いますが、これは音を出す目的ではないですが、やはり多少の音が出ると思いますし、ルアー以外でもメタルジグにブレードをつければブレードから出る音というか波動というかといったものもあるでしょうし、ラインのしゃくった時の水切り音などいろいろと音の要素はあります。どれにどう反応するかっていうのはその時の状況かと思います。ここで振るとこんな感じの音がします。自然界では不自然な音のような感じがしますが、ここは家の中で静かなところで撮影してますのでこんな風に聞こえますが、果たしてでは他の音も混じる水中ではどう聞こえてくるのか、これをちょっと水中映像を撮ってきましたのでご覧ください。水中映像、カチカチと音がしますが、意外と他のいろんな音の中の一つという感じが個人的にはしました。この音がどのぐらい遠くまで響くのか、この音で威嚇したくなるのかは分かりませんが、実際ラトル入りルアーが釣れることがありますので、効果がすごく出る状況っていうのがあるのは間違いないです。バレットダイブの投げ心地、実際投げてみました。ラトルナイフのバレットダイブ、これでいきます。ボルトスナイパー SS100M24 ツインパー5000番 P25 ピン、魚に見えないピンクフロロ40ポンド、これでいきます。投げ心地がどうかやってみます。しっかりと投げるときに重みが乗れば重心移動システムでよく飛びますね。そしてダイビングペンシル特有のこの引いた時にブルブルブルっと泳いでる感じ、これはやっぱりよく伝わってきます。もちろんラトル音が鳴ってるかどうかの振動というかそういうのは釣り人には伝わってこないですけど、まあ、このブルブルブルって言った時に音がしてると思います。よく飛びますね。そして泳ぎがえぐいですね、まあ、ダイビングペンシル全般的にそうといえばそうなんですけど、結構これただ巻きにしてももうグニ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 泳いでくるような感じ。今日は比較的風が強くて波が立ってるんで、まあこういう音で寄せるのはいいのかもしれないですね。泳ぎがこのただ巻きで半端じゃないですね。ダイビングペンシル特有のこの泳ぎがえぐいんで、まあ、それがすごい手に伝わってきます。さすがにラトル音のこの音の鳴ってる振動は釣り人には伝わってこないですけど、まあ、これで時にはハマる時はすごくハマるんじゃないかと思います。まあ、今後も、まあ、このラトル音が聞く時があると思いますので、まあ、引き出しの一つとして、まあちょっとしばらくというかずっと使っていこうかと思ってます。はい、ということでやはりダイビングペンシルを操作した時のうねうねとしたこの泳ぎはアングラーの手に伝わってきますが、ラトル音が鳴っている感覚は釣り人には伝わってきません。ですが水中映像で聞く限りでは水中でもこのラトル音はしてるということになります。このバレットダイブに関しては私は買ってから数回しか投げていません。まだ魚は釣れていませんが、まあ、これで
釣ってる人はたくさんいらっしゃると思いますので、ラトル音で魚が釣れるということは間違いないと思います。なのでこの手のルアーはやはりあくまでもいろいろ今の状況に合った戦略を見つける手段の一つということだと思います。つまりポッパーはどうか、ラトルなしのダイビングペンシルはどうか、ミノーはメタルジグは、メタルジグのしゃくりは、ただ巻きは、ブレードは、スロージギングは、といろんな方法の中のあくまでも一つにプラスして音の出るダイビングペンシルという数々の手法の中の一つだということだと思います。まあ、つまり一つ手が増えて引き出しが増えたような感じだと思う。私は今までラトル入りルアーを使ったことがないので、一つ手段が増えた、引き出しが増えたということで、まあ、今後も引き続き使っていきたいと思っています。ということで音に関してはルアーカラーと同様、ラトルは状況によって釣れる一本もあるでしょうし、連発もあるかもしれません。また嫌われる時ももちろんあると思います。状況探りの一つの手段としてルアーローテーションに入れていくのがいいのかと思います。皆さんも音に関する経験、ラトル以外の音でも構いませんので、何か経験とかご意見があればぜひコメントの方に書いていただければと思います。もちろんこのバレットダイブのことでも構いません。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。